こんにちは、沼です。パープルプリやっていきます。今回は北斗高校の新しい遊び方、パズドラでのアルティメット変化球練習デッキですね、いきたいと思います。ルシファー、水木、一ノ瀬、葵ちゃん、夢代、パンドラということで、今回は変化球のところを開けて、とにかく正規マスタックの凄まじい点数で、まあ、凄まじい爽快感を味わうという回になっております。で、僕も知り合いの方から北斗のこの感じのデッキめちゃくちゃ面白いですよってことで勧められて、まあ、ちょっと一回動画化しようかなという感じです。で、これを派生させたより面白いデッキもちょっと思いついてるんで、それも後日動画化できたらいいかなっていうふうに思います。ぜひ楽しんでいってください。ということで行きましょう。友達スタンプとドリンク持ち込みです。とにかくここ、とにかくイベキャラがいてくれることが先決。クロスファイヤーありがとう、珍しいです。で、まあ、コントロール開けても変化球稼げるんですけど、やっぱりまずここを開けて、こう進んでいくことが肝要かなっていうふうに思ってます。で、ここ、多分怪我率結構出てるんだな。誰かいれば踏みたい。ああ、踏みたい。めっちゃ踏みたい。めっちゃ踏みたい。めっちゃ踏みたい。ありがとう。で、夢代がタックしてくれたら最高。でも、ここ開けて、あと待つだけですね。マジで、それを、わ、来た!いいっすね。まあ、悪くはない。どうしましょうかね。ここでドリンク使うのどうなんだろうな。まあ、レイは確保できますけどね。ただ、このタックで使うのマジもったいない気がする。一回攻めます。今回はボス打倒とかあんまり考えてないので、マジで気持ちいいタックをどれだけ感じられるかみたいな、ところはありますね。ところはありますね。強い。いきなり来た。まあ、やる気効果150の2人が重なってるっていうところでマジで強いっていう話ですね。もっともっと来ないかな。もっともっと重なってほしいな。進みまーす。まあ、この辺はおー、もったいな。超体力回復なんだよ、これ。で、水木は評価これであげましょう。で、コントロール組のキャラたちがめちゃくちゃこう、なんでしょう。強いので、まあ、そこが絡んでくる正規マスタックを切ると、やばい強そうですね。語彙力なくなってる。やばいとか、うんぬんとかしか言えなくなってる。いきましょう。結構集まってはいますが、まあ、なんか小粒ですよね。二人とかなので。もうちょっと欲しいね、でかいのが。わからないよ。結構走ればいいけど。タックは発生しましたが、誰も絡んでないと。これワンチャン一ノ瀬ありかな。潰したいっすよね。潰しましょう。で、まあ、コントロールと変化どっちでもいけるようになりました、これで。で、ボスに関しては、まあ、そんなに今回は、おい、やる気やめて、重視しないではいきます。栄養ドリンクでもよかったかな、今回。ちくしょう、分散したか。分散するから、ま、一箇所に固めた方がいいでしょうね、おそらく。コントロールでいいかな。今ちょっと足んないしね、技術精神。コントロール行きましょうか。ワンチャンレイが拾います。レイが拾えたら、ボスも一応打倒はできます。やる気が足んないわ。おー、いいっすね。これ踏みましょう。ボー、ナイス。すげえ。めちゃくちゃ来るじゃん。てか、まあ、やる気が一段下がったのがマジめちゃくちゃでかいっすね。これ、ボス倒せるから倒そっかな。これで、ボス打倒しましょうか。まあ、このセクションは。すでに変化球結構いい感じになってきた。変化球マジで仕上がってきてますね、徐々にね。あー、これ持ち越せばよかったかな。持ち越して次のセクションで使えばよかったかもしんないですね。確かにそれはめちゃ思うわ。で、速攻で開けれたらよかったかもしんないですね。3400点出てます、一応。これも手伝うよ。で、変化球開けていきましょう。人がいないですね、一人も。人がいないのと、まあ、結構あれですね。よろしくないね。あ、やめて。あ、強いわ。はい、行きます。よく今、踏ましてもらいましたね。結構しんどかったんで。で、体力なくなってきたと。一回攻めましょう。結構体力の消費多いですよね。イベントが、お、いいね、レイ。レイ確保させて。来ないか。ただ、ここタックも発生しなかったんで、まあいいでしょう。一回攻めましょう。あと、精神結構多いですね。
で、フォーク系は一応折り辺でもらえるので、ここは待ちながら。おーい、頼む。うわ、やば。え正規末タックしてないんだけど。正規末タックをしてないがめちゃくちゃ強いんだが。やば。凄まじいんだけど。強すぎでしょ、タック。ああ、まあ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 。ちょ、タック発生しないとね、この辺はね、マジで楽しめないんで。気分転換か。で、タック発生してくれました。うほーマジで、うほごすぎでしょ、これ。やば。これ、あれだな。根性とか、闘志取りたい感じが。闘志、精神やばいっすね、値が。いやー、これ、3人タックでこれって相当やべえな。意味わかんない手入ってますもんね。関係。で、一回休んで、ナイス。いいっすね。で、ポポポッと。あ、すげえ上がってきたな、マジで変化。ちょっと3人以上であの数値なんで4とか見たいっすね。まあ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 、この辺はね、でもダブルが強いんだよな、普通に。ワンチャン持ち越し考えてもいいかな、そろそろ。ちょっとケンシロウ拾えたら拾いましょうか。さっきの反省を生かしてね。ナイス。スイッチ、回復。あくまで断るでいいかな。で、まあ、ここは残念ながら来ないと。まあ、倒したらワンチャン進んでいけるんですけど、今回そういう趣旨じゃないので、こう一回休んでみます。開けない。よし。ドン。3人以上来ないなぁ。3人以上欲しいなぁ。でも本当に威力やばいっすね、これ。あ、やる気下がったわ。はい、7000点出てますね。意味不明ですね。意味不明です。おぉ、ナイス。完璧なタイミングできましたね。7000点とかやべえな。これさぁ、上げたら行くとかないかな。ないか。多分変化球マックスになってる。オッケー。ナイス、ルシファ。ありがとう。回復してー。ナイス。おぉ、やる気ダウンダメだって。やる気ダウン経験点マジで凄まじい影響しますから。どっちかでやる気アップとかしないんかな。あ、上がったわ。ああ、まあ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 。うわぁ、もったいね。一人でも絡んだら凄まじい強かったっすね、これ。パンブラ完走できそうじゃん。なるほど。ちょっとパンドラ完走できそうなので、完走してくれると非常に助かるんですけどね。一人か。まあ、体力温存してえけどな、これだったら。ちょっと温存しましょうか。さすがにシングルタックで行く意味ないっす。この待ちのターンが、待ちのターンが長い。頼む。お祈りですね。バクリンありがとう。マジか。うわー、一回変化できます。全然来ないじゃん、人が。こうなると厳しいですよね。うわー、ちょ、やる気戻します。177。まあ、ダブルタックでも十分強いですけどね。ただ、このセクション結構絞んでますね。全然来ないわ、人が。人が集まりませんね。ほわー、やば。これ3人タックでこれマジでやべえな。いや、意味わからん。マジで、意味わからん。意味わからん。ちょ、よくわからん。3人タックの威力じゃない。やば。一気に点入りますね、本気で。あー、まあ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 、このセクションはこれで終わりかな。ギリ1万点いってないぐらいですね。ちょっとあまりにもタックがなさすぎましたね。ただ、ここからまた、いろいろ楽しんでいきましょう。お願いします。ここはマジでガンガン欲しいな。
これで次からいけますね。お願いします。気持ちいい感じを見たい。ああ、海岸はしました。タックも起きてますが、人がなかなか変化来ねえな。ナイス、マイブレ。おお、3人がえぐいんだよな。やばい、やべえな。これはあれですね、下の方の精神がとんでもないことになり始めてきています。精神も使い切れないですね。逆境とか掴んでもいいかもしれないぐらい。あ、意外と技術しんどいな。お、完走した。パンドラボックス投げたい。成功した。おお、てかやば、また光ったんだけど。やば、マジでこれさ、え、3人タックの威力じゃねえんだよ。どうしましょっかね。まあ、野手能力の逆境とか振りましょっか。代打とかね、使い切れないんで普通に。精神バカ食いするやつないの。あれあれしか、コブとかしか思いつかない。もういらんすもんね、マジで。これ4人変わったらマジエグそうっすね。一瞬で変化球増えるもんな。だってこれ盆栽ですけど、もうあ、やばやば、遠慮する。だからイベント結構完走しますね。結構来てんな、全体的に。イベントの完走率がとてもいい。うん、まあまあまあ。あ、これ回復できますね、ちょっと。うん。なるほど。一回攻めましょう。試合どうだろうね。勝てるかな。ちょっと試合をしてる暇ないと思うんで、ちょっとこれであげよう。で、ああ、そうか。スタメンじゃねえのか、そもそも。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。パンドラボックスゲットできてるから、そういう意味でも大きいよね。はい、どうも。おー、まあまあまあ。二人。もうちょい欲しい。ちょっとほんと、四人見て、四人でいいんだけどな。おすすめの機材聞いておきます。はははは、やば。なんなんこれ。マジや。えぐいな。てか、コントロール110までいけるんだよ。いや、これ、えぐいっすね。マジで。やば。意味わからん。意味わからんっすね。これもう負けるかもしんないっすけど。すげえいくじゃん。もう77、やば。いきましょう。はい、勝てました。ということで、次ですね。からの、うわー、まあ、ここはさすがに何も起きなかったですね。ちょっとまあ、結構世紀末サック減らしてたんで、まあ、最後、あれだけ、これだけ言って終わりましょうか。勝てるか全くわかんないけど、命が惜しければなんで。勝って奇跡、おーい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。結構爽快に楽しめるし、やっぱこの下方向もあと5でね、変化球マックスまで行くんで、これ多分マジで遊びやすい、あ、こうあへへんデッキかなっていう風に思います。ぜひ皆さんもね、まあ、似たようなデッキで代替していけば遊べると思うので、ぜひ楽しんでみてください、息抜きにね。また次の動画でお会いいたしましょう。